短め放置水ですく、今朝のスポーツ報知ニュースが飛び込んできました。はい、井上温大投手が支配下に復帰というね、これスポーツ報知が今日の2面で報じています。いや、追いかけた甲斐があるね。水井ですけどずっと一押しだったもんね。僕大好きっすわね。投げ方、なんつうの、センスあふれる投げ方。そうだね、もう前橋商業の時から好きです。はい、簡単にね、どんなピッチャーかご説明したいと思います。175センチ、78キロ、左投げ左打ち、群馬県出身だね。前橋商業では3年夏の群馬大会準決勝で敗れて甲子園出場はなかったんだけども、2019年のドラフト4位で巨人入り、堀田健信投手と同期なんだね。そうなんですよ。いつもキャッチボール一緒にやってるんです。一緒にやってんだね。ということで、いろいろね、昨年の5月、左肘の手術を受けて、今季は育成として再出発したんですけども、ここまで2軍戦5試合に登板して、0勝0敗、防御率は 5.25 ながら24イニングで30奪三振。球速くなってるんです。そうなんだ。もう140後半は出ます。で何しろね、変化球がとてもねきれいなんですよ。そうなんだね。まっすぐもグーンと伸びるような感じなんですよ。だからこの間僕見た時5回8ケースからね。そっか。スライダーがね鋭く曲がるということで、すごいでしょ。三振率すごいですよね。ね、そうなんですよ。というところでは水井ですね、これ気になるのは、まあ今ね、左ピッチャーちょっとチーム事情的にはそうですね。この間クロール選手取ったっすもんね。っていうことはやっぱり、最初どこで使うのか、そこだよ。まあ先発は今いますから、でも先発やってほしいんですよ、僕は。そうですよ。今ね、左の先発ピッチャーはメルセデス投手だけなんで、そうです。どこ行った高橋優貴投手ね、横川選手も出てきてほしいけども、まあこの辺りの先発ローテの一角を任せられたら最高だよね。そうなんです。だけどまあ最初はね、中で行くのかな、ここのタイミングで上げたってことは、短いイニング、あるいはロングリリーフとかで経験を積んで、そうですね、来年はでも、ローテの候補だと思いますよ、そうか。というところでは、このね、チャンスを大きく掴んだ井上温大投手で、ぜひ皆さん、応援していきましょう。いっぱい映像あるんでね、見てもらいましょう。どうぞ。井上温大投手、先発ですね。142キロ。去年ね、2軍の開幕投手を務めて、さあ出てこいっていうところだったんですけど、140キロ、ね、去年の2軍の時も140後半出たり出なかったり、でスライダーも2種類あって、今の球も外にいいところにスライダー投げてますよね。あともう1種類、2種類あって、あと縦のスライダーかな。映像が乱れております。これね、ショートのエラーでちょっと出塁しちゃったんだよね。先生も上手ですよ。今年のドラフト2位の山田流星投手もそうですけど、テイクバックが、ね、体に隠れて見づらいところが井上投手もね、この角度から見るとすごくバッタータイミング取りづらそうだなって。これレフト前かな。はい、セカンドアウト。ナイスボール。亀田捕手。新人ですね。ツーアウトランナー三塁。で、ここで相手の4番バッター。体大きいですね。これ結構見応えある勝負なんで、皆さんちょっとゆっくりご覧ください。変化球はちゃんとストライク取れてるしね、なんか骨折したピッチャーと思えないぐらい腕振れてるし、いやーナイスボール。ツーアウトフルカウント、どこで攻めるか、インローズバットいけ、おおナイスボール、142キロギリギリっすね、ナイスピッチングした。さあ三井デスク、ね、やっぱり堀田謙信に投手に対して、まあ、同期だしね、自分も負けたくないっていうふうな思いが強いらしいんで、この辺の負けん気をどうですか、映像見て。最高だろう最高でしょ、キレッキレでしょ。さらにね、飯食って、はい、球速もこれからもまた上がるかもしれないし、いやね、僕らなんかにね、ちゃんと愛させてくれるんですよ。あ、本当。優しいな。いい笑顔なんですよ。いい笑顔。愛らしい笑顔なんですよ。というところではね、ぜひ東京ドームで躍動する瞬間、心待ちにしたいと思います。チャンネル登録もよろしくお願いします。